お出かけの予定なのにマイクラやりすぎて怒られております。それではあファンタジープレイ相当すごいみたいで2つあるでしょちょっとマグクラ兄弟の幸せを祈願してマグロをよいしょマグロ大名字ネザーポータルがわからない。はい、というわけで皆様どうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日の褒めみパート数的に今日で1年ですねということで、前回の動画そういえば365回目でしたね。はい、もうそんなことすっかり忘れておりました。なんかせなあかんのかな。はい、そして、昨日はですね、回路動画ということで赤石のおっさんというね動画とこの本編と2つ公開したんですけれども、いかがでございましたでしょうか。アンケートを取ろうと思います。赤石のおっさんのキャラクターが定まってないとか、下手な大阪弁になってるとか、その辺はとりあえず置いといて、回路の動画とか建築とか、まあそういうものを別にすると、本編とそれ自体賛成か反対かね、アンケートをどうぞよろしくお願いいたします。そして、昨日赤石のおっさんで、どうやってモンスター消すねんって言ってたんですけれども、どうやらこちらピースフルにすればええんやでということだそうです。確かにその通りでございます。本来もうすごいね、準備をしていて、本来であればですね、狼助けたりとか、まあいろいろやるつもりだったんですけれども、今日はですね、一つ完成しているものがあるので、そちらをご覧いただく回とさせていただきます。もうシェーダーとか、その軽くする話しすぎだって言ってね、怒られたりもしましたんで、はい、そろそろねやめとこうかな。シェーダー切ってても、なんて言うんですか、結構こうネザーからマグタウンに近づくとかですね、他の村からマグタウンに近づくと止まってたりしちゃったんですが、やっぱりね相当軽くなったみたいで、それがなくなりました。シェーダーをさえ入れてなければね。それではマグクラ兄弟の、本日誕生日の方のためにですね、花火とケーキいただくぜ。バクカッチ、あーシェーダー入れてやろうと思ったの忘れてた。まあ、とにかく良い一年良い一日になることをお祈りしておりますね。花火もそろそろあれですね、ワンパターン化してきたな、なんか変えないと。ではですね、今日はやらせていただきました。もうね、収録外自慢とメインコンテンツ同じなので、もう先に行っちゃいましょうね。やることいっぱいなんだけどね、今日は久々にちょっと短い動画になりそうだ。このね、氷結方向をつけて、氷渡りか、氷渡りつけて、ある場所、狼を迎えに行こうと思って、で氷、その氷渡りついたブーツを履いたままですね、今日ちょっとお見せする現場で作業してたらですね、水を流すことをやってたんですけど、水を流したらそれが固まってしまって、あ、これ寒いとこやから固まるんやみたいな勘違いがあって、大変な思いをしたということがございました。はい、なんやねんな。ネザーの線路の間にですね、画像紹介、米見画像がこちらとこちらとこちら、これ米の形してるんですよ。そしてこちらとこちら、ありがとうございます。パク画像ね、こちらね、テラウマスっていうこと書いてくださいまして、ホナーの画像がこちらがあって、でその他ですね、飛空艇やないかいという看板をね書いてくださってるやつと、で手直しとリクエストの画像がこちらとこちらで、紙画像がこちら。皆さんいつも画像ありがとうございます。今日はですね、家族みんなですね、私の実家の方に帰る予定になっておりましてですねそうです、ガーディアントラップの方をやっていきます。昨日赤石のおっさんでお届けしました 1.9 のアイテムエレベーター使える予定のお話でしたけれども、あちらもですね、きっちりアイテムエレベーターを上の方に上げてっていうことですよ。でイグルへのそのネザーゲートですけれども、今日はお見せできる時間ないですが、完成いたしておりますので、はい、そうそうそう、でこっちこうネザーゲートで苦労したんですよ。2つあるでしょ。まあとりあえず入りましょうか。とりあえず入りましょう。まあ、どっちから入っても一緒なんですよ、結局。この距離だとそんな変わんない。でもね、ネザーの距離と8倍の距離取れるから、はい。ここのネザーゲートと、それではね、さあ、ご覧ください。収録外自慢。見えてきたね。見えてきたよ。あれ、実は、あそこに、松、あ、そう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 。これ見たらわかるようにですね。もうすでに上にグッと上がってますよね。待機場所、待機場所にアイテムエレベーターを使って上げるところも完成しております。最終的に、はい、今日持ってきたコンパレーターを、そう、見てください。そして、なんだか知んないけど、超湧いてね、がっつり溜まっちゃってんすよ。じゃあ、行きますよ。行くよ。はい！ちょっと待って、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 
ちょ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 、あ、いいねいいねいいね、いけてるね。はい、上がってってます、上がってってます、上がってってます。あと私も上がっていくだけですね。もうちょっと水はいらないので、ここは置いて不在で、どうですか、デザイン的に、デザイン的にどうですか。上がってる、上がってる、え、あ、上がってるね。でもペースがね、ちょっと早すぎて、アイテムが溜まりすぎてる感じがするけど、まあ、とにかく上がってみましょう、上まで。はい、完成披露会ですよ今日は。上に上がる方法がね、今のところ定まってないので、ちょっとあれなんですけど、はい、ここからこいつで上がってきます。さあ行きましょう。もうね、そうそう、これ作業しててね、水を、水流を作んないといけないよね。上にも作ってるんだけど、その水流を作るときに氷結歩行を使ってたから、よく分かんないことになっていたと。なんで凍るねんと思いながら、こう明かりとか増やした方がいいんかなとか、明かり増やしても何しても水は凍ってしまう。これなんでやろうな、俺が離れたら溶けるし、あ、俺氷結歩行入ってたみたいなことになってしまいましてですね。これアイテム上がってきてるか、これ大丈夫なんかな。はい、雲の上まで上がってまいりました。そしてですね、私の師匠がですね、雲の上に帯電クリーパータワーを作ったがために、雨が降らんのちゃうかというお話になっておりましたが、私これ雲の上で作業していたところ、雨は降りました。いや、一応来てるな、一応来てるけど止まってない。ちくしょう、アイテムが多すぎたか。ちょっと降りる。あー怖い、いやー怖い、あー怖い、助かると分かっててもヒヤッとするね。ダメだ、アイテムが多すぎる。上がってた、上がってた、上がってってます、上がってってます。上で見たいのよ。あら、また止まってる。ここ開けとかなあかんのかな、やっぱり。関係ないよね。ちょっと待ってくれ。まあいいや、ちょっとこれでちょっと上がろっか、上まで。それで終わろう今日はね。まあ一応ね、問題なく動いてるの、動いてます。よし、上がってきまーす。上で見たいの。上がってくる様を見たい。ただそれだけや、今日は。危ない、危ない、危ない。ちょっとよそ見したら今。っていうかね、ガーディアントラップの脇効率半端なく良くなってます。これ上上がったり降りたりやって、多分上上がってる時にガッツリ湧いてるんじゃないかなと思うんですよ。ただ、上に上がってると湧いてるか湧いてないかの確認ができないでしょ。で、今回ね、アイテムエレベーターを使ってるわけ。あ、上がってきてる、上がってる、上がってる。あ、おー、来てる、来てる。来ている、来ている、来ております。ガンガン来ております。ガンガン、ガンガン来ておりますね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上がってきてる、上がってきてる。やったやったー。やったぜー。ちょっとじゃあ、ここの1枚いただいておきますか。いいよ。夜だし、ちょっと月が背景に見えていい感じですね。で、ここにもネザーゲート作ったんですよ。出入りできるように。でも、下にあるあっちのネザーゲートが引っかかって、あっちのネザーゲートと干渉しちゃって、こっちが入り口にならない。でも、下に降りたいでしょ。下にも降りたいし、ここにもこう、来たいんだよ。どうすればいいのかと。まあ、はしごで上がってくるしかないのかなっていうところが今のところの結論なんですが、まあ、ここまでのエレベーターを作るかとか、まあ、いろいろまあ、解決、お、上がってきてます。いいね。いいです。すごくいいです。生マグロばっかり上がってきておりますけれども。まあそれに関しては、まあそうそう。で、あとここのね、水流の部分のデザインに関してもまた、ちょっと変更したりとかいろいろ考えておりますし、あとですね、仕分け機ね、ここに作っていくんで、そちらの方も楽しみにしておいてください。というわけで今日は、この辺で、アンケートをどうぞよろしくお願いいたします。この辺にツイートした、うん、俺もした、俺のツイッター下にあるからフォローしてね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ほな。